ご質問いただきましてありがとうございます。まずそれでは2016、真夏の祭典火祭りの、会見を始めます。本日すみません、出場選手の中でですね、小畑優作選手、藤田ジュニア隼人選手が、勝利のため欠席となっております。他の、参戦選手は、皆さん出席となっていますので、一人ずつコメントを、いただきたいと思います。まずは、前年度優勝者の佐藤光栄選手からお願いします。はい、今年も、熱い決意がやってきました。今年の2部戦は、総当たりということで、いつもだと A と B 分かれてたんですが、今まで一番きつい、戦いになるかと思いますが、今年もまたチャンピオンで、チャンピオンとして、出場する以上、ベルトに対してもベルトの重さを、価値を上げるという意味でも、優勝したいと思います。なんか質問等は、なんか気になる選手とかマークする選手いますか？いやもう今年はそうですね、各リーグ、例年だと各リーグでとかだったんですけど、総当たりだったことで、もう全員、じゃ全員です。だからその中で、まあ、そうですね、一人、まあ、気になる、警戒するとかじゃなく、まあ、気になる選手、まあ、あえて言うんであれば、フリーの浜亮太。いやだから今までいろんなこうしがらみとかね、いろんなことがあってあったものがフリーになって、自分の思うように好きなように戦うわけですし、そういった意味でね、どういうふうに爆発してくるのかわからない未知数、怖さですよね。フリーの浜亮太。他は何かありますか？今回2連覇というのは伺ってますか？そうですね、だから今まで連覇した選手って2人しかいないんですよね、大谷さんと田中さん。なんでここでチャンピオンとしても負けられないですし、連覇することで2人と同じ位置というかステージに上がるためにも、はい、そこは目指したいと思います。連覇達成したらこうどんな展望が開けるんですか？いや、連覇したことで多分今思ってるそのベルト自体も価値が上がると思うので、そうなると多分打ち上げのうちに上がってくるそのタランタン選手というか、そういうものも増えてくるでしょうし、まあとりあえず今その先のことで、そうですね、まず輸出することしか頭にない、とりあえず連覇目指して頑張りたいと思います。はい、大谷晋三です。お忙しい中お集まりありがとうございます。今年もやってきました火祭り。今年はですね、いろいろな僕にとっての、立ち位置というか、ジュニア AB級ということもありますし、もしかしたら僕の中で初出場ぐらいの気持ちで今回の優勝に挑みたいと思います。だからといってエビーだからとかジュニアだからとかそういう気持ちのものがありませんので、この優勝に出る以上、刀をもぎ取る、刀を奪い取る、その気持ちは他の選手と変わらず、いや人一倍僕が、大きいと常に思っています。今回のこの組み合わせ、総当たりでやるわけですけど、ちょっと見てですね、冷静に僕なりに分析して、初めからスタートダッシュをかければ、非常に僕に有利な、日程になってるんじゃないかと思います。開幕の名古屋、竹島甲子園、そして新庄3連戦、この、5戦5連勝すれば
もう僕は決勝進出が見えてくるんじゃないかなと思いながら思っております。スタートダッシュを心がけて、この日末に挑みたいと思います。まずは開幕戦ですね。よかった。確かにいろいろ今結果を出しているかもしれません。しかし、火祭りで戦う火祭りの舞台で、僕と小畑、その実力の差、歴然としたものがあると僕は思っています。開幕戦でまず、勝ち星を上げて、その後、指揮を3連戦まで全勝で持ってきたいと思います。その時に、まだ中盤ではありますが、決勝進出宣言、優勝宣言、しっかりしてですね、後半戦も全力で戦っていきたいと思います。はい、もうなるほどスイッチ入ってますので、はい、早く開幕戦が来てくれないかな、それを思うだけですね。はい、火祭りに関しては、ここ最近火祭りで結果も残してないし、今はライディーンと、その前は、杉浦さんとのガンガンヤンキースで、タッグとしては目立った、成績というか、勲章を取ってるんですけども、シングルとしては火祭りもそうだし、世界ヘビーのベルトも、結構そのベルトも巻いてないし、でも、まあ、もちろんタッグもあれなんですけども、もちろん、得意っていうのはシングルの方が僕は気持ちとしては得意分野ではあると思うので、はい、これをまあ境にじゃないですけども、火祭りで久々に火祭りと踏ん回しながら、ベルト取りに、も行きたいなと思ってるんで、まあ過去、4度優勝してますけれども、またこう一からじゃないですけど取りに行く気持ちで、まあ常にこうなんていうかな、コンディションは整えてるんですけども、まあ、今回は、A リーグ、B リーグじゃなくて1ブロックなんで、過酷なリーグ戦になると思ってるんで、スタミナもやっぱり重要視だと思うし、怪我にも気をつけなきゃいけないと思ってるんで、まあ、その点、スタミナっていうのは他の選手よりはあると思ってるんで、はい、僕に有利なような感じになったんじゃないかなと、自分の中では思ってます。はい、質問ございますか。警戒するわけですか。そうですね、まあ、シングルではまだやってないんですけども、ここ最近というか2度ほど、将軍岡本と、6人タッグかな、当たる機会があったんですけども、彼のこうパワーっていうか、そういうのは本当すごい、僕からこうなんていうかな、ぶちかましで当たっていっても弾き飛ばされるぐらいの、なんていうの、本当にこう、まあ、土俵に根が生えたじゃないですけど、まあ、リングにこう根が張ってるような、こう本当にビクともしないような、そういうような、本当に壁っていうか、そういうのを感じたんで、まあ、真っ向勝負でいったら、まあ、こっちがやられるんじゃないかなっていう、そういう怖さっていうのは久々にこう感じたので、勝負の岡本っていうのは注意していかなきゃいけないなとは思います。他は今回浜凛太選手も初参戦していきました。はい、そうですね、浜選手もまあもちろん相撲出身で、まあ勝負と同じ印象もあるんですけども、まあ勝負と違ってまたそれ以上に体重もあるし、やっぱでもこうスタミナ勝負でいけば勝てるんじゃないかなっていう気は僕もあるんで、一度レッスルワンでシングルした時も本当パワーっていうか、まああれだけの体重を持ってこんなに動けるのっていう、そういう驚きもあったんですけど、はい、まあ一度勝ってるっていう部分ではちょっと気持ち的に余裕はあります。はい、とかよろしいでしょうか。新倉さんのエースっていうのがあるんですけど、はい、それはどうですか。まあ確かこう公平、ライディーン、大谷になってるんですけど、本当になんていうの、まあ
まあ、団体としても新木場でこのカードを組んできたっていうのは勝負に来てるなっていうのがあるんで、本当にこうやっぱこの3人っていうのはやっぱ当たりもきついし、実力も、まあ、僕も分かってる、もうチャンピオンの公平、すごいパワーのライディで、いつもこう毎度チームやって本当ボロボロになるぐらいやり続ける大谷シンディングで、やっぱ過酷なのは過酷だと分かってるんですけども、うん、そこをどう、なんていうかな、ダメージを残さずに超えるっていうのは難しいかもしれないですけど、やっぱ後に引かないようなダメージを残しちゃいけないなっていう、もうそれしか考えられないですよ、ね、だからでも本当に優勝するにはその一試合一試合に出ないとダメだと思ってるんで、まあダメージは負いたくないけど、まあこれが最後っていう気持ちで一日一日消化していきたいなと思います。質問は、質問。何にしてるものは。俺一番に決まってんだからさ、出場権が。言うことなんかね、質問だよ、いきなり。あ、でも、あれか、去年、ハヤトか。ハヤトってできなかったので、まあそのぐらいかな、楽しみな。あとお前、インチキ、おばたの姿が見えないじゃん。そうですね、欠席で。え？欠席で。インチキ、おばたの姿が見えないじゃん。欠席の連絡いたいと思います。欠席かよ。なんでお前、俺に負けてんのやつは出るか。おかしな話なんだよ、それ。はい、あの野郎はリーグ戦で、叩き飲みちゃう。その他、リーグ戦で気になるんですか、選手。あー、そうだね。まあ、ハヤトとは、1リーグかな、1リーグだからね、全部当たるわけだから。まあ、すぐ出てこないからいねえな。まあ、今年はね、ちょっと、ガラッと風景変えないと、うちも面白くなることあんねんから、ガラッと俺は風景変えてるのいますよ。適当に俺見てたら損するよ、逆に、はい。まず火祭りに立たせていただくけることを光栄に思います。で、まあ、ゼロワンの象徴と言われる大谷さんをはじめ田中さん、小林さん、3人とシングルで当たれるんで、しっかり首を刈り取って、自分の存在感を出していきたいと思います。あとの選手で気になるのは浜選手です。僕実は初めて元相撲取り投手として当たるんで、そこの戦いがどうなるかちょっとまだ未知数なんで、元相撲取り投手としてプライドをかけた戦いをしっかり見ていただけたらと思います。以上です。こういったリーグ戦というのは初めてだと思いますけど、はい、どのように戦おうという思いですか。そうですね、どういうふうに戦えばいいのかさえもわからないので、一試合一試合全力でやっていって、どうなるかを見るしかないですけども、試してるほど、なんていうんですか、様子見をしてるほど優しい相手が揃ってるわけじゃないと思う。一番一番全力でいくだけです。先ほど田中選手が対比になる選手として将軍選手を挙げてたんですけど、はい、どうですか。 ありがたいですね。まあ、もちろんそうやって注目されてっていうのはすごい嬉しいです、正直。だからそれ注目されてるってことは、それに対して恩返しをしなきゃいけない。それはもうリング上で恩返ししたいです。祭りはどういうイメージがありますか。いや、とにかく熱い戦いをしてるっていうイメージしかないんで、僕の中ではやっぱ、まあ、田中さんもそうなんですけど、まず大谷さんです。大谷さんのあの熱さをしっかり味わいたいなと思います。そして逆にこっちがその上を行きたいなと思います。はい、It's almost time for 火祭り this year. Last year I wasn't as successful as I wanted to be.
but I'm in better condition this year. I'm the youngest person to ever win the Fire Festival. I'm the first foreigner to ever win the Fire Festival. So that's my motivation for this year. my actions speak louder than my words, so let's just leave it in the ring. And everyone's going to see this year. I ain't falling off. I'm coming for everybody, so everybody better be ready. Hey, yo! First off, I would like to thank all the fans for their support of me over the years. Their support gave me enough fuel to win a UN championship, and without their support, I don't think I would be here right now, so thank you very much. Now, this will be my first ever Fire Festival, and I'm very excited for it, because it's always been a goal of mine to compete in this tournament, and as UN champion, I have a lot of momentum going in, and I know it's going to be very tough. But with that momentum, I hope it's enough to help me win the entire Fire Festival. I will give it my all and try my best. How we got this, Amos? Yeah. Yeah. 6日前に、フリーになりました浜亮太です。もう力士の頃からそのこの火祭りのことはよく見ていて、でやっぱりその。プロレスかいろんな団体があると思うんですけど、その中で、今いろんな団体でもトップを張ってる選手の人たちがみんなこの大会で大活躍したのも見てましたし、そういう大会に自分が出れるということを非常にも本当に嬉しく思います。ただこの出るからには本当に負けるつもりは本当ないんで、そういうその当時から活躍している先輩方いまだに、バリバリ健在なんで、そういう人たちに本当に胸を借りるつもりで思いっきりぶち当たって新生浜亮太をこの火祭りで見せたいと思います。改めてですね、参戦を決意とか表明した理由というのは、でもさっきも言った通り、その昔から本当に、興味があったんで、もう世界一熱い戦いをするのは僕だと思ってたんで、はい、でやっぱり僕もやっぱりまだまだ成長したいし、そういう意味ではもう今いろんな団体で第一線で活躍してるレスラーの先輩方もこの大会に名を連ねてね、活躍してるのを見てきたんで、僕も出たいと思いました。はい、開幕戦は将軍選手ですか。はい、これに対してどうでしょう。いやもうプロレスラーとしてのキャリアは僕の先輩なんですけど、やっぱり向こうはやっぱり関取まで上がってるんで、その関取まで上がった人のポテンシャルっていうのはどれだけ高いかっていうのは僕分かってるんで、本当にもう胸を借りるつもりでいきます。はい、そうかっての気になる選手とか警戒する選手。いやもう気になる警戒する で全員ですよ。はい、もう初めて当たる選手の方が多いんで、はい、もう本当僕の長年付き人としてした揚げ物関がやっぱりこのゼロワンのリングですごい身近で見てて成長した一人なんで、僕もやっぱりこのリングで新たに成長したいという気持ちが強いんで、はい、1リーグということでは、はい、ここのですね、シングルマッチ、連戦に関してはどうでしょう。まあでも僕もね、いろんな団体のそのシングルのリーグ戦をもう経験してるんで、はい、問題ないです。ただやっぱり火祭りの戦い方っていうのは、本当の何回も出てる人たちが絶対上なんで、はい、そこをどう僕が対処していけるかっていうのは、まあ、自分の中でもそのすごい楽しみなんですけどね。はい、優勝すると火祭り刀というのが手に入るんですよ、ね。はい、なんかイメージとかありますか。いや、もちろん、はい、優勝したら僕の中ではやっぱりその田中選手とか佐藤光平選手がこう
ガッと抜いてるイメージが強いですけど、浜選手も、はい、そうして、いやもう出るからには、はい、負けるつもりはないんで、はい、本当この体を生かして優勝目指して頑張ります。